こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、キャベツの簡単からし醤油あえをしたいと思います。はい、お願いします。キャベツです。キャベツ、食べやすいようにね、ちょっと刻んであります。それにね、お酢と醤油と、からしポン出しちょっと入れて、かつお節を仕上げに入れたいと思います。もう湯がい、キャベツをね、茹でてね、でからし醤油で和えるだけなので、とても簡単。それでも一品になるし美味しいので、はい、作ってみます。時間のないとき簡単にできる、簡単一品です。はい、お湯に立ってきました。あ、見えませんね。またちょっとごめんなさいと。キャベツ一食分くらいです。あえるだけなのでね、簡単、忙しい時にすぐできます。でもね、酢と醤油とからしなので食欲出ます。箸休めにもなるね。キャベツは ゆでたら栄養がなくなりそうだけど、まあ簡単にできる一品だし、さっと茹でて使います。これかな。あ、さっと湯がかなくてもね、レンジで、そうね、レンジでチンでもいいかもしれませんよ。ね、湯がく必要ないかもしれない、電子レンジだったら。そうそう。電子レンジだと言います。茹でる必要ないね。そうそう、そしてちょっと絞ります。でボウルに入れます。はい、キャベツをね、茹でて今絞ったとこです。これにね、あ、最初から、お醤油入れます。醤油ちょっと入れます。適当にちょっと。酢をちょっと入れます。適当に入れました。からし、からしも適当、適当でいいですよ。味調節すればいいのでね、食べて。ただこれだけで美味しくできるので、してみてくださいね。キャベツ湯がくだけですから、とても簡単ですよ。茹でて酢醤油とからしで和えたキャベツを、お皿にとってですね、それがね、たった簡単なこれだけなんですけど、
結構美味しいんですよ。よいしょ。そしてね、こんな形で。そして、鰹節あるでしょ。かけるんですよ、こうやって。よいしょ。こんな感じで、一品できました。もういい香り。はい。美味しいですし、簡単だからやってみてください。キャベツね、茹でてね、酢醤油とからしで、と本だしちょっと入れて、あえただけなんですよ。でもね、美味しいんです。箸休めにもなるしね、おつまみにもなるしね。いいです。どうぞ。プリンセスモナコでした。ありがとう。